ケイティ・バウマンはアメリカのコンピュータ科学者であり CGI を専門としている。チャープとして知られているブラックホールの画像を作るためのアルゴリズム開発を主導しブラックホールの画像を初めて捉えることに成功したイベントホライズンテレスコープチームの一員であった。2019年6月、バウマンはカリフォルニア工科大学において計算数理科学の助教に就任した。 バウマンはインディアナ州ウェストラファイエットで育ち、2007年にウェストラファイエット中学校高等学校を卒業した。父のチャールズ・バウマンはパドュー大学の電気工学、医療生態工学教授である。ユダヤ系の家庭の出身である。高校生の時、バウマンはパドュー大学で画像処理について研究を行った。2007年に学校で初めて イベントホライズンテレスコープのことを学んだ。バウマンはミシガン大学で電気工学を学び、2011年に最優等で卒業した。マサチューセッツ工科大学で電気工学及び計算機科学を学び、2013年に修士号、2017年に博士号を取得した。MIT ではヘイスタック1問題の一員であった。 アメリカ国立科学財団の大学院フェローシップを受けていた。収支論文であるエステマイティングマテリアルプロパティーズオブファブリックスルーザーオブザーベーションオブモーションは電気工学アーネスト・ギルマン収支論文賞を受賞した。博士論文はエクストリームイメージングビアフィジカルモデルインバージアンシーイングアラウンドコーナーズイメージングブラックホールズでありウィリアム・ティー・フリーマンが 指導教員であった。博士号を取得する前に、バウマンは、ハウツーテイク、A ピクチャーオブ、A ブラックホールというテデックストークを行い、ブラックホールの画像を初めて捉えるために使うアルゴリスムについて説明を行った。博士号を取った後、バウマンはハーバード大学に入り、イベントホライズンテレスコープイメージングチームの博士、研究員となった。 イベントホライズンテレスコープにより生成され、2019年4月に発表されたブラックホールを初めて捉えた画像を。バウマンがイベントホライズンテレスコーププロジェクトに加入したのは2013年である。チャープとして知られているブラックホールの画像化のためのアルゴリズム開発を主導した。チャープは2019年4月に初めてブラックホールの撮像の際に使われた。 画像検証法につながった。バウマンは画像検証を実施し、イベントホライズンテレスコープが撮ったイメージをフィルタリングするためのパラメータを選択し、様々な画像再構成技術の結果を比較する安定した画像化フレームワーク開発に参加することで、このプロジェクトにおいて重要な役割を果たしたと評されている。バウマンのグループは強力な重力場における 一般相対性理論について理解を深めるためイベントホライズンテレスコープの画像を分析している。2019年4月、イベントホライズンテレスコープの画像にブラックホールの影が初めて浮かび上がってくるのを見てバウマンが反応する写真がウェブで急速に拡散され、その後にバウマンはメディアから大きな注目を浴びることとなった。メディアやインターネット上ではバウマンが ブラックホールの画像を作るにあたって、後ろで一人で活躍した一匹狼の天才であるかのような誤ったイメージが流布されることとなった。しかしながら、バウマン本人が繰り返し科学におけるチームワークの重要性を主張し、研究成果は大規模な共同の結果であると述べている。さらにバウマンは必要なネットいじめの対象になり、バウマンの功績を無かすべく、 チーム全体で達成した成果を同僚のアンドルー・シェイル一人のものだとして懸念しようとする動きも起こったため、シェイルがツイッターで私の同僚である友人に対するすさまじい性差別な攻撃を批判する発言という事態になった。2019年6月、バウマンはカリフォルニア工科大学の助教となり、コンピュータビジョンと機械学習を用いた CGI のための新しい システムを研究することになっている。ありがとうございます。